If there are rules in this world, feel the more together. If there is room, race to we love, we love, we love. アニメラグナクリムゾン銀装兵団ラジオ、皆さんこんばんは。テレビアニメラグナクリムゾンにてスターリアレーズ役を担当しております日高里奈です。皆さんこんばんは。同じくテレビアニメラグナクリムゾンにてヘゼラとグレアの声を担当しております土屋リオです。この番組はこの秋から放送がスタートしたテレビアニメラグナクリムゾンの魅力を私たち銀装兵団と一緒に分かち合っていく番組でございます。はい、第1話1時間スペシャル放送されました。ありがとうございます。見ていただけましたかね。ねえ、見ていただけている。いやいやいや、もうたっぷりですから。すごかった、大ボリューム。それこそやっぱ1時間ってこともあって、はい、収録も2回に分けてね、うん、行われましたし、はい、そしてなんといってもやっぱりね、でも言っていいんだもんね、もう一応ね。そうですよ、ラグナがラグナになったんでしょ。そうそう、なんだこともね、言っていいんだもんね。分かったでしょ、伝わったでしょ。いやだってもうさ、神田さんとさ、うん、でも自分で考えたらもうすごいもん、恐ろしいもん。ね、一緒になれないからさ、ね、なかなか。でも本当にあのシーン、なんかその重なって喋って、うんうん、こう未来のラグナと今のラグナと、はい、のシーンがすごい良かったから。そうだし、あの熱量というか、いや本当にやっぱり、そう、しかも一緒に収録がね、うん、できたっていうのも、はい、あのね、先行上演の時にお話聞かせてもらったけど、はい、あれやっぱ一緒に撮るからこそ出るさ、うん、このね、うん、持っていき方だったりもするよね、うん、なんか、ね、リンクしてるんですよ、心が。めちゃくちゃ良かった。そうなんだよ。本当に先輩方のね、うん、お芝居がもう痺れました、うんうん、いやすごい、なんか、いやなんか1時間だったけどすごいあっという間な、そうだ ね、時間だし、あとやっぱ原作読んでると どこまでやるんだ、どこまで1話で見れるんだろうっていうけど、うん、やっぱね、最初に見たいところ全部見れたっていう、ね、でもそれでやっぱレオ可愛いよね。可愛いですよね。表情もめちゃくちゃさ、そういった意味ではシリアスとギャグの両方が、うん、本当に楽しめる作品だなっていうのをね、こうメリハリが結構ありますよね、ラグナクリムゾン。そうなんだよ、うん、しかも表情も結構豊かだったりもするから、うん、いやめちゃめちゃ良かったです。はい、まあ、銀装兵団の出番はいざいずになるから、まあ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 、じゃあ始めていきましょう。はい、アニメラグナクリムゾン銀装兵団ラジオ出撃じゃ。ラグナクリムゾン銀装兵団ラジオ、改めましてこんばんは、スターリア役の日高里奈です。こんばんは、ヘゼラとグレア役の土屋リオです。では早速ですが、皆さんからのメールを紹介していきたいと思います。ラジオネームおむそばてるまさんからいただきました。ありがとうございます。チャンリナチャンリオ、番組開始おめでとうございます。ありがとうございます。2人の共通点で真っ先に思い浮かぶのはあだ名が似ていることです。確かに、最初の一文字以外一緒なので、あ、最後の一文字以外一緒なので、うんうん、なんだか姉妹っぽいなと思いました。とはいえチャンリナチャンリオだと聞いてて混乱しそうなので、この他におすすめの呼び方のありますかということで。確かにそこあだ名がチャンリオ、チャンリオって呼ばれることが多くて、私も一番多いのはチャンリナかも。チャンリナさんですよね。そうだね。え、他だとなんかある？結構でも多く、なんか最初はあだ名とかがなくて、うん、なんかみんな、なんかいいのないみたいな投げかけた時にチャンリオがすごく多くて、なんかチャンリオがこう定着してるんですけど、結構いろんなツッチャとか呼ばれることもあって、で苗字の方からね。そうです、ツッチャとか、なんか一番なんか珍しかったのは土屋リオだ、チャーリーって呼んでくる子が、おえー、うー、超もうチャーリー、一人だけチャーリーって呼んでくれてたんですけど、でもなんか、あ、でも、あ、でもチャーリー、なるほどね。そうなんです、そうなんです。でもなんか結局チャーリーって呼ぶ人が増えないから、心が折れて、その子もチャンリオって呼ぶようになっちゃったんですけど、長いものに巻かれちゃったね。そうだよね。でも圧倒的にじゃチャンリオが多いんだね。多いですね。でもそう、あだ名をそう募集した時にチャンリオって来て、うん、チャンリオだとチャンリナさんと被るなって思う。そんないいんだよ。被るなって思ってて、でもチャン、チャンで行くととか、チャンユイ、チャンリナで、そうですよね。そうで、じゃあちょっと
ちゃんちゃんコンビトリオみたいな感じにするかとも思うけど、確かにリとね、リまで一緒なんだよね。そう、でも2文字だとちゃん〇〇ってつけられがちですよね、あだ名。そうだね、読みやすいし。あと私があるのは、あの、日だかりさん。あ、でもさ、な以外フルネームだからさ、なだけなのよ、省いてんの。確かにほぼほぼフルネームだから。土やりそれって言うと、日だかりって呼んでんのは今もう宮野守さんしかいない。逆に呼び続けてくれてんだけど。そうだから私もあだ名欲しいかもな。あとリナ氏もいるかも。あー、リナ氏も聞いたことありますね。そう、でもほぼほぼでもやっぱりもうみんなチャンリナに飲まれてる。でもチャンリナさんっていうイメージあります。え、なんかじゃあ考える。考えますか。でもあだ名考えるの嫌だよね、なんかね。嫌だよね。呼んでくださいとか言って呼んでくれなかったら恥ずかしいし。恥ずかしいよね。私もちなみに土屋さんのことは土屋ちゃんって呼んでて、はい、私のことはなん、いろいろ、日高さん、りなさん、ちゃんりなさん、3パターンですね。まだ全然定まってない。定まってない。この様子見な感じすごいね。いや、なんかりなさんって呼びたいけど、急に呼ぶのなんかあれだよなって思いながら、なんか織り交ぜて言ってます私今。下の名前の方がさ、仲いい感じじゃない。そういうとこから入るのも大事だと思ってて、ね、じゃあ私はシンプルに一回もリオちゃんで呼ぶかな。リナさんって呼んでいいですか。じゃあもちろんです。やったー、わー、よかった。でもなんか照れるよね、このさ。嬉しいけど恥ずかしい、ね、何々って呼んでいいですかとか言う。どうしよう、これちょっと心ざわざわするから。じゃあ次のメール読むね。ちょっと恥ずかしいわ。ラジオネームアブテルさんからです。ありがとう。日高さん、土屋さん、こんばんは。こんばんは。キャラの演じ分けについて聞きたいです。ラグナが主軸に重めのストーリーが展開される一方、お二人が演じるスターリアレーゼとヘゼラとクレアは戦い以外の場面に女の子らしいシーンもあるそうですよね。アニメ化をきっかけにキャラが引き立つのではとも期待できるので、シリアスと日常のバランスが取れた役回りが求められる感じがします。ネタバレにならない程度に教えてもらえると嬉しいです、とのことです。でも結構ラグナクリムゾン、なんだろう、ダークな部分のお話と面白いギャグシーンが、結構こうメリハリがあって、そうだからスターリアとヘゼラグリアだけじゃなくて、他のキャラも実はね、そうなんですよ、すごいギャグだったりするんだよね。はい、特にでも女の子らしい面が見えるのはね、スターリアはすごいよね、だから結構その登場のイメージと、本当その後のイメージが全然違う、振り幅がすごかったですもんね。それからすごい、ね、なんかテストとかでこう聞いてる時に思わず笑っちゃいそうになる感じの、可愛くて。そう、実はこのスターリアはオーディションを受けて、そう、いただいた役ではあるんだけど、結構ギャグ的セリフも多かったの、で、オーディションの時って結構分かりやすくさ、いろんな表情を出せた方がいいかなと思うから、ちょっと大きめにやるんだけど、もうその本番とかその現場に入った時に、もうオーディションの時ぐらいやっちゃって OK ですみたいな、もう思いっきり振っちゃってくださいって言われて、と思いながらやってみたけど、もうこれぐらいやっていいですって言われたから、多分結構思ってる以上にかもしれないね、この振り切りっていうかね。だいぶすごいですよ。そうだよね。でもそれがすごい魅力的で、すごい可愛らしいから早く見てほしいなって思ってます。ほんとスポーツしてる感じだもん、もう汗かいちゃってさ。すごいですよね、だって熱量というか勢いが、セリフ量もそうだし、あとテンポ感もそうだし、その表情コロコロ変わるっていう意味でもね、全部がね、体力勝負な気はするけど、じゃあヘゼラとクレアで言うと、まあ、2役やってるっていうことでの、まあ、またちょっと難しさもあると思うし、でもヘゼラグレアはなんか、なんだろうな、なんかある意味でこう空気を読まないキャラというか、なんかの部分がある感じの子たち、登場の時がそんな感じだったので、なんかそのいつもこうシリアスなのにこうギャグにコロッと振るっていう感じではないなっていう感じなんですけど、まあ、確かにね、そういろんな本当に面を持っている子なので、そういう部分でなんかこう無邪気な子供らしい部分と、まあ、そうじゃない部分っていうのが見れるかなっていう感じですね。確かにこの2人に関しては思いっきりギャグですってやるというよりは、なんか本当いろんな面を見せてくれるよねっていうところで ね、注目してほしいかもしれないね、
いやでも本当みんな役者さん本当素敵なんですお芝居が。でも楽しいですよね、なんかいろんな方のこうお芝居を聞けるのがすごい私楽しいなって思って、アフレコとかも。いや本当にそうだし、あと結構この現場の、うん、私珍しいなと思ったのが、はい、あの休憩中にお芝居トークがめっちゃ多い、このいろんな出てる人出てない人含め、はいはい、この人の叫びはこういう特徴があるとか、こういう響きがあるよねとか、確かにっていうのを結構そのお話しされてる方が多くて。確かにお話ししてますね。そう、どう叫んだらかっこよく決められるかとか、うん、そういうお話を聞けてすごい勉強になったな、うん、なんかそれこそなんかでもその真面目なトーンで喋ってるっていうより、ほんとこう一個の雑談として皆さんがこう楽しくそういうお話をされてるので、うんうんね、面白いなっていう、なんかねすごい楽しいよね、勉強にもなるし、なんか面白いなって思って聞いてました私も、うん、ということでね、うん、そんなねいろんな面も楽しみにしてください。はい、はい、たくさんのメールありがとうございました。はい、今週末はですねいよいよ第2話の放送となるわけですけれども、はい、うん、土屋ちゃんりおちゃん出たやばい、うん、まただそうだよ、これはもう前回であいけんなってなったんで、はい、ここのパートはもう、はい、りおちゃんパートになったんであの2話の見どころ見どころそうですね、うん、まあ、でもラグナクリムゾンっていう題名ですから、はい、でも1話あれまだそんなにクリムゾンが、確かにラグナしか出てない、そんな出てきてないなっていう、最後だけだったね。そうなんです、2話クリムゾンがクリムゾンしてきますいやでもねマジ で, でマジでそうなのよ、クリムゾンしてくるんですよ2話。いやもう、いやもうそれでしかないよねいやもうそうそうなの、いやもう2話見てる身としてはもう100点満点。いやそう、クリムゾンがクリムゾンしてくるので皆さんぜひ期待して待っててくださいね。いろんなクリムゾン様が、いや私もう村瀬さんだってなる、いやそうしかね、できないよって思うぐらいの活躍ぶりですからね。そう、はい、ということで、はい、皆さん第2話は今週末の10月7日から放送スタートでございます、はい、初回とはね時間が変わりますので気をつけてください、はい、詳しくは公式ホームページよりご確認ください。以上ふつおたコーナーでした。アニメラグナクリムゾン銀装兵団ラジオ、わらわりゅうファクトオアフィクション、気を通じて他者の嘘や本質を見抜くことができるスターリア。このコーナーではリスナーさんの嘘と真実の2つのエピソードのうちどちらが嘘かを私日高がズバッと見抜きます。はい、初回放送でね、そうズバッと見抜かれました。もういける気がするでも全然おにぎりとパンだったけどでも合ってたからよしです。そうですよね、そうですよね、わらわに見抜けぬ嘘はないはい、ということで今回からはリスナーさんのエピソードを紹介していきたいと思います。どんどこい。はい、ラジオネーム、クエンさんからです。ありがとうございます。高3の時新入生歓迎会と称した出し物大会が行われ、うん、自分はタンクトップの白シャツに体操ズボンを履いただけの格好になり、うん、全校生徒の前でイエーイジャスティスと叫びました。え、そんなに受けませんでしたこれが嘘か本当か見抜いていただくという感じでございます。いつ目がこれなの。もっとなんかさ結構定番のやつ来ると思ったら、もうだいぶコーナーやった後にさ、ね、だいぶ飛ばしてますね。やるメールじゃないの。うん、お、え、じゃあ一回もうビビッと来た方にするよ。はい、じゃあお願いします。これは嘘じゃ。その心は。多分もし本当だとしたら、はい、こんなメール送れませんもう傷がえぐいですってなかったことにします。もうそこは吹っ切れたのかもしれない。いやいや簡単にねトラウマってね簡単にはですよ。深い傷ですかこれは。いやだ相当だと思うもん。いや大やけど大やけどどころじゃない。今後1年間どうすんの。もう高3といえどさ、もうみんなから廊下ですれ違うたびにあの先輩ってジャスティスの人だ、うわーって言われるわけじゃんって思ったら、はい、多分ね本当だったら遅れない、うん、うんと思うので。なるほどなるほど。はい、はい、ではこちらこちらのメールは嘘です。これ私結構得意なのかな、ね、そうかもしれないですね、うん、だって絶対無理だもん、うん、確かに。でもこれちょっと学校行けなくなっちゃうこんなことが起きたら
正しくは僕の友達の話です。めちゃくちゃ受けてました。あ、なるほどね。受けたならまあ、でもさ、勇気がありますね。受けたから良かったけどさ、うん、まあ、受けない可能性もあるわけじゃん。私友達だったら止めるよ。心配、今後の1年間もかかってんだぞって。本当にやる気か、本当にやる気か、本当に行くのか、行くのかと思う、うん、でも良かったね。確かに。でも相談してくれればいいですけどね。でも止める間もなく行っちゃうかもしれないよね。勝手にやったらもうその人の責任だね。確かにね、うん、でも良かった、良かった、良かったね。一か八かギャンブルみたいなね。みんな平和だったね。そうですね、良かった、ありがとうございます。続きまして、うん、ラジオネームやる気元気小吉さんからいただきました。ありがとう、ありがとうございます、うん、iPhone をなくして紛失してしまい、iPhone を紛失してしまい、県をまたぎ移動し、どこで落としたかわからないので諦めていましたが、某声優さんの、うん、X で某声優さんのポストを通知している黄色いケースの iPhone という胸のポストを発見、うん、某声優さんのファンの方が拡散したことにより無事に発見し手元に戻ってきました。iPhone がめちゃめちゃ素敵なお話だ、うん、これが嘘かどうかって、嘘か本当か、ちょっともういろいろ気になることがありすぎて、もう大爆笑でメール読んでる時点でさ、なんかあったんだなは察してると思うんだけど。かわいいなゆうちゃん、もう恥ずかしい。ちょっと内容がふわっとしちゃったけど、まあ、みんなのさ拡散のおかげで、うん、そうですね、iPhone が、うん、手元に戻ってきたってことね。戻ってきたってことです。あ、うん、まあ、これが嘘か本当かわかりました。だからリナさんには見抜いていただきたいなぞ、はい、いきましょう、はい、これは真実じゃ。ほうほうほう、うん、その心は。でも拡散力はでも本当にすごいなと、うん、常々私結構見ますもんね。あ、X でもなんか多いよね、うん、探していますとか、うんうん、これ見かけた方はいませんかみたいな、うん、やっぱり私も X やってる身なので、はい、まあ、そのなんだ、いい形でさ広がったわけだから拡散してっていうことなんで、ちょっとその期待というか、うん、可能性X の可能性、可能性SNS の可能性というものをねちょっとやっぱ見たいなと思いますし、はいはいはい、なるほどなるほど。でここの多分説明のところに、はい、この某声優さんっていうところが明らかになるんじゃないかなっていう、うん、ことまで見えております。うん、なるほどなるほど、はい、いいですか。はい、ではこちら真実です。すごい得意ですね、やっぱり。でもさ、なんか別になんかこれだっていうほどの情報ないから、もう雰囲気だよね。なんか結構ふんわりじゃない。確かに確かに、うんうんうん、まあ、でも嘘みたいなね、本当の話。すごいね、すごいですよね。で誰、どの女性声優か分かった？書いてないです。なんだ、そこまでいけないんだ。某声優さんしか勝たんって言ってます。誰だ、誰なんだ、誰だ、誰だ、知ってる人か、知ってる人なんだ。誰だか分かんない。あ、でもいいね、いい形でね、うんうんうん、すごいですよね。なんか何かを探してますとか困ってますっていうツイートを見かけた時の日本人の団結力の強さを、うん、すごいよね。そう、 SNS でめちゃくちゃ見かけて、あ、うん、拡散するんだ、なんかこうすごい拡散されてるツイートとかのツイート元のアカウントとか飛んでも、なんか別にこうなんだろう、何かされてる方とかじゃなくて本当に一般の方とかのツイートでもすごいやっぱ伸びてる、困ってる人を助けたいって思うんだな。でこれライブとかコンサートとかでさ、落とし物っていうかさ、うん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 、落ちてましたけどどなたかみたいなやつでね、うん、結果手元に戻ってとかもあるから、なんかあったかいよね。あったかいですよね、すごいですよね。はい、ということで両方とも私、はい、すごい、わー、なんかやっぱりスターリアだ、団長、私だ、スターリア、かっこいい、もう生きる気がします。ということでこのコーナーでは皆さんからの嘘と真実のエピソード募集しております、はい、嘘のエピソードには本当のことも書いて送ってきてください。以上、我々流ファクトオアフィクションでした。アニメラグナクリムゾン幻想兵団ラジオ、空想起動中止隊、遠く離れた任意の場所まで声を届かせる特殊な発声能力 BGM。 もう笑っちゃってんじゃん。発声能力を持つヘゼラとグレア、このコーナーではあなたの素敵な思い出を私土屋の空想力でいい感じのポエムにして皆さんの耳元へお届けしたいと思います。これもめちゃめちゃ無茶ぶりコーナーですね、はい、任せてください。はい、頑張ります。皆さんの人生で強く心に残っている出来事を、私が想像力で多少脚色していい感じのポエムにしていきたいと思います。あ、結構モリモリにいい感じにしてくれる、持ってもいいらしいですね。でも確かにこの BGM があったらなんかね、かちょっといい感じにね、いい感じに、音楽の力とか音の力ってすごいよね、はい、音に全力で頼って
はい、思い出をよりね色鮮やかにドラマティックにお届けしたいなと思います。すごいなんかノリノリ、一番ノリノリじゃないってたの。あの内心すごいドギマギして手汗が止まらないんですよ私。ちょっとメール早速ねちょっとやってみなきゃ分かんないと思いますので。じゃあお願いします。紹介していきましょう、はい、ラジオネーム南蛮さんからいただきました。ありがとうございます。近くで一人暮らしをしている弟が風邪をひき高熱を出してしまいました。何か買って持っていこうかと聞いても食べれんしいらんとしか返信が来なかったのに、しばらく後で姉ちゃんが前に作ってたごぼうのやつなら食べられるかもと連絡が。弱ってても前に作ってあげた料理なら食べられるかもって可愛いとこあるじゃねえかとほっこりしました。ちょっとこれをポエムに。でもめちゃめちゃほっこりエピソードだし、ね、ほっこりエピソードですね。なんか兄弟ね、そうですね、ゆうちゃんいるからさ、はい、そういった意味ではちょっとイメージしやすいかななんてそうですね思ったりもしてますけど、はい、笑ってるけど大丈夫かな。いや大丈夫ですよ、もちろんです。やめてくださいよもうこれちなみにさ、これもすぐ行っちゃった方がいいのかさ、でも考える時間があればあるほど、あ、そうだよね、やけどがね、そうだね、そうなんですよ、ちょっとクオリティ求められるがあるもんね。そうなんです、行きましょう。じゃあもう行こうか。じゃあこちらの素敵な思い出をポエムにしていただきましょう。はい、整いました。ゲホゲホゴホゴホ弟さん、姉のお願い断るもツンツンデレデレ弟さん、お姉ちゃんのごぼうパクパクおいしいね。素晴らしい素晴らしい、あやま伝わったんじゃないでしょうか。確かにポエムってなんかさ、そうですよね、ツンツンとかなんかさ、わかんないわかんない、私もさポエムにそんな詳しくないんだけどなんかわかるこの方向性でもなんかちょっとリズミカルなよかったよね。ありません、ポエムあるある、ありますよね。でもごぼうなのがちょっとウケるけどなんかそのごぼうの何かがわかんないからさ、食べてんのごぼうなんだよなっていう。いやでもめちゃくちゃいいよ。やっぱいい声だからさ、この夫と相まってさ、それだけでなんか音楽の力にスッと入ってくる感じが。エコーと音楽に頼っていきましょう。いやいいねこれ、うん、ちょっと楽しみ。今後もやるのかこれ。やります、今後も。これそうなんですよ、レギュラーコーナーなので頑張んないと。でもきっとね、その皆さんのもともと素敵な思い出がより ね、りょうちゃんのおかげで、もう光り輝く思い出になったと思いますので、はい、そうですね、りょうちゃんありがとう。ありがとうございます、うん、台無しにしないように。もうすぐよりキラキラしてました。ありがとうございますはい、ということでこのコーナーではね、皆さんの心に残っている素敵な思い出を募集中ですので、ぜひ送ってきてください、うん、以上空想機動重視隊でした。アニメラグナクリムゾン銀装兵団ラジオ、お近づきの印じゃ、クエ。私演じるスターリアとリオちゃん演じるヘゼラとグレアはなんと、うん、竜を食べます。はい、そこで今回は私とリオちゃんのお近づきの印として竜と名のつく食材を食べてみたいと思います。わー怖っ。そうだね、拍手してっけど怖いのよ。怖い、竜でしょ。だってなかなか私竜のつく食べ物をパッと思いつかなくて、はい、で事務所からね、はいはい、なんか食べれないものや、うん、なんか NG 食材や、はい、アレルギー食材ありますかみたいな、うん、基本私 NG なしで。そうですね、私も NG なしで、はい、虫だったら私は頑張って食べるので。そう、虫はちょっと苦手でした、はい、任せてください。ちょっとじゃあ何が出てくるのか、はい、持ってきてもらいましょう。お願いします。なになになに、なんか、あ、これ虫、え、竜ひげな、竜ひげなの冷製スープ、竜のひげの葉、なは野菜の菜、日高になるななんですけど、匂い嗅いでいい？青臭い、青臭い、青臭い、なんか野菜系だ、野菜系、葉っぱの香り。え、でもなんか美味しそうな野菜スープの匂いじゃないですか。あ、でも野菜なのは確か、うん、これ飲んでいいってこと？飲んで、え、でもなんかさ、白いさ、え、これ何ですかね、何が浮いてんの。混ぜた方がいい、混ぜた方がいい。これはあの何かいろんなものを足してますか、それだけ？溶けてないだけ、なんか液体、体液じゃないってこと？大丈夫、体液じゃない？いただきます。体液だったら逆に飲んでみたい。いただきます。いただきます。美味しい、うん、美味しい、全然美味しい。なんだ、怖くなかった
しかも思ったより全然臭くないね。なんかもっとさ、ね、あの葉っぱの青臭い感じあるかと思ったら全然臭くないよ、うん、え、おいしい。おいしい。え、何か分かった？なんかグリーンピースほどじゃないんだけど、あのグリーンピースの何、あの冷製スープあるじゃん、うんうん、あっち系か。緑のものなのは確かだよ。じゃがいものポタージュの、そうに緑足されたみたいな。あ、これじゃないんだ、はい、でもこの竜ひげ菜がなんていうか、あ、緑の野菜を言えばいいってことじゃない？キャベツ、ほうれん草。あー、これだともっとなんか濃くなるもんね。小松菜。ごま松菜ありそう。なんだろう、ヒントは？カタカナ。基本野菜もカタカナがほとんどなんだよな。えぇ、あ、まあ漢字か、小松菜はね。なんだろう、何で食べます？焼く？煮るとか。焼く？バター焼き？の緑ですか？にゃー、アスパラガス。おー、そうね、アスパラガスバターで。あ、うーん、へー、美味しい。え、でも全然わかんない。わかんないですね。アスパラガス誰が漢字にしたの？ね、どこから、え、どこが、理由にある？あれが上のもじゃみたいなこと、この上の部分、その硬くないさ、この、うん、あの柔らかいところですね、ところがヒゲか、竜、竜のなんかあれかな、ここ鼻の部分とか、あ、顔、うん、ヒゲがどこだってなると難しいけど、なんでヒゲ、わかんないけど答えはわからない。へえ、でもアスパラガスなんだ。へえ、ということで今回はアスパラガスを食しました、うん、まあ、今後もまた竜に関する何かを食べたりするかも、はい、らしいです。なんでもし皆さんもおすすめの美味しい竜をご存知だったら、まあ、メールにて送ってくださると、もしかしたら食べられるかもしれないということです。以上、お近づきの印じゃクエでした。アニメラグナクリムゾン銀装兵団ラジオ、涙さえもいてそういった日々が来ない。お送りしてまいりましたアニメラグナクリムゾン銀装兵団ラジオも、そろそろエンディングの時間となってしまいました。ではここで作品からのお知らせです。テレビアニメラグナクリムゾン放送は東京 MXBS11 では25時30分から、 MBS では27時38分からです。第1話とはお時間が変わりますのでご注意くださいね。また D アニメストア、 U-NEXT アニメ放題では毎週土曜24時から地上波先行にて配信しています。さらに Hulu、ABEMA、ニコニコ、レミの他では毎週木曜24時から配信となっております。その他配信サイトでも順次配信が決定しておりますので、詳しくは公式ホームページをチェックしてください。続いては主題歌情報です。オープニングテーマうるまサウンドジャンクションのロアは現在好評配信中です。エンディングテーマ小林私さんの輪郭は10月14日24時配信スタートとなっております。オープニングテーマは公開中のノンクレジットオープニング映像でもお楽しみいただけます。ぜひ音楽で紡がれるラグナクリムゾンの世界も堪能してみてください。続いてはコラボ情報です。ただいまラグナクリムゾン×アトリエ秋葉原ポップアップストアが開催中です、コラボを書き下ろしイラストを使用したグッズをぜひゲットしてくださいね。またコラボ中アトリエ秋葉原館内ではここでしか聞くことのできないラグナとクリムゾンのオリジナルナレーションが聞けちゃいます、さらに書き下ろしイラストを使用したラグナクリムゾングッズを対象ショップでお買い上げ500円ごとにランダムでアトリエオリジナルのラグナクリムゾンキャラクターカードをプレゼントします。ぜひお誘い合わせの上足を運んでください。開催は10月15日までです。はい、今手元にねこんなグッズが出るよっていうのがあるんだけど、はい、めちゃめちゃねあのアクリルスタンドの、うん、その等身大の等身大っていうかその何本来の姿バージョンと、はい、あとちょっと SD っぽい、うんうん、ちっこいのがいますね。ちょっとそうそうやつもあったりとかして、うん、かわいい。あとバッジとかもねあったりするんですけど、うん、リアネもいますよ。そうなの、アイマスクがある。個人的にはこのリバーシブルアイマスクが気になります。かわいいですね、かわいい。私笑ったのがさ、うん、この防災セットなんだけど、はい、生き残れ民も部下も貴様ら自身もって防災セットにふさわしいセリフをさ大事これねえ、
一家に一個ぜひゲットしてみてください。お願いします。 T シャツとかね、トートバッグとかすごい使いやすそうだったりもしますので、よろしくお願いします。続いて原作情報です。原作コミックス1巻から12巻まで好評発売中。最新巻は月刊ガンガンジョーカーにて連載中です。その他アニメに関するいろいろな情報は公式 SNS をフォローしていただいて最新情報をチェックしてください。番組では皆さんからのメールを募集しています。わらわ流ファクトオアフィクションへは、ありそうでない嘘のエピソードと嘘のような本当のエピソードを。空想軌道重視隊へは、リスナーの皆さんの素敵な思い出を、私がポエムにして耳元へお届けします。もちろん普通歌コーナーではアニメやラジオの感想もお待ちしております。すべてのお便りの宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送アニメラグナクリムゾン銀装兵団ラジオまで。メールの場合は rc@joqr.net まで送ってくださいね。公式ホームページ内にある投稿フォームからメールを送ることもできます。たくさんのメッセージお待ちしております。またこの番組はキングアミューズメントクリエイティブ公式 YouTube チャンネルでアーカイブ配信されております。聞き逃してしまった方、何度も聞きたい方はぜひぜひチェックしてみてください。お願いします。にゃりおちゃんのコーナーもあったし、はい、恐ろしいですね、あのコーナー。めっちゃ楽しみになっちゃったより最初ちょっと恐ろしいなと思ったけど、はい、いいです。繰り返しの言葉をいっぱい多用していこうかなっていいの、それがポエムです。もうポエムなんて正解ないんだもの。そうですよね、感じたままに。じゃあ私もこれからお届けしたいと思いますので、はい、皆さんぜひぜひメール送ってください。お待ちしております。この番組は毎週水曜放送です。次回の放送は10月11日です。それではアニメラグナクリムゾン銀装兵団ラジオ、今回の任務はここまで。お相手はスターリア役の日高里奈と、ヘゼラとグレア役の土屋リオでした。せーの、またねー。